リュドミライワーノブナ・ツリシチェワは、オリンピックで9個のメダルを獲得したソビエト連邦の元女子体操選手。ツリシチェワは1965年から体操競技を始め、1967年には早くもソ連代表を競うまでになった。彼女は後に、ナタリア・シャポシュニコワやナタリア・ユルチェンコのコーチも務めた、ウラジスラフ・ラストロツキーの指導を受け、 ちょうど16歳の誕生日の後に1968年、メキシコ式シオリンピックのソ連代表に選ばれ、団体総合の金メダルを獲得し、個人総合では24位に入った。2年後には、スリシチェワは、ソ連代表のリーダーになっていた。1970年から1974年まで、彼女はほとんど全ての主要な国際試合に君臨し、 1970年と1974年の世界選手権、1971年と1973年のヨーロッパ選手権、1975年のワールドカップで個人総合の金メダルを勝ち取った。彼女は古典的なソビートスタイルの体現者とみなされていた。洗練されて優雅で申し分のない表現と格好たる技術。 1972年のミュンヘンオリンピックで、ツリシュチェワはメダルの本命であったが、彼女自身はテレビ向きで彗星のごとく人気者となった、チームメイトのオールがコルブトによって影が薄くなっていることに気づいていた。コルブトが段違い平行棒から落下し、ツリシュチェワは個人総合の金メダルを獲得したが、種目別では2つのメダルを獲得したものの、銀と銅に留まった。ツリシュチェワは、 国際試合において、床で2曲の別の音楽を使い分けた初の女子、体操選手の一人であった。団体総合では、映画、サーカスから、イサーク・ドゥ・ナイフスキー作曲のマーチを、個人総合では、フランツ・グローテによる映画、我が夢の乙女の曲を使用した。ツリシチェワは1975年のヨーロッパ選手権の個人総合では無冠に終わった。ルーマニアの13歳。 ナディア・コマネチが、個人総合、段違い平行棒、平均台、跳馬を制した。ツリシチェワのチームメイト、ネリー・キムは、個人総合で2位に食い込み、床でも、金メダルを獲得した。それでもツリシチェワは、同年のワールドカップには圧勝し、立ち直りを見せた。ツリシチェワは、背中の怪我と戦った後、自身3度目となる1976年の、 モントリオールオリンピックに出場し、団体総合では3つ目となる金メダルを獲得した。しかし個人総合では、コマネチとキムに遅れを取り、銅メダルに終わった。種目別の長バーというかではキムには敗れたが、コマネチを抑えて銀メダルを獲得した。彼女のオリンピックにおけるメダルの総獲得数は金4、銀3、銅2となった。1980年に、 イギリスのジャーナリスト、デビット・フンは、決してライバルたちのような推しの強さはなかったが、落ち着きという点で彼女は最高だったと、ツリシチェワについて書いている。実際彼女は、試合での冷静沈着な佇まいで有名であった。ツリシチェワの最も有名な演技の一つである、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた1975年のワールドカップにおける段違い平行棒では、 そこにいたすべての人々はケーブルを支えていた金属フックが壊れる大きな音に驚いた。まさに彼女が演技を終え着地したと同時に段違い平行棒は文字通り破壊され床面に崩れ落ちた。釣りしてはは審判にえしゃくし器具の残骸を見るために振り返ることすらせずに静かにその場を離れた。彼女はそのまま個人総合とすべての種目で金メダルを獲得した。 長年を経た後、彼女は、その瞬間について一つのことしか覚えていないと、語った。彼女は、自分の演技を完遂しなければならず、それだけを考えていました。コーチであるウラジスラフラ・ストロツスキーは彼女について、デュドミラはどんな状況でも死ぬまで戦いますと言った。ツリシチェワは礼儀正しい態度でも知られていた。1976年のモントリオールオリンピックでは、彼女は、 自分自身のメダルを受け取る前に、個人的に優勝者のナディアコマネチを祝福し、握手するために壇上を歩み寄った。1977年、彼女は陸上短距離選手で1972年ミュンヘンオリンピックの100メートルと200メートルの金メダリストであるワレリー・ボルゾフと結婚した。1981年には国際体操連盟の女子体操技術委員に選任された。 ツリシチェワはコーチとして国際審判員としてウクライナ体操連盟の役員として体操競技に関わり続けている。彼女の教え子の一人に1996年のアトランタオリンピックで個人総合の金メダリストとなったリリア・ポドコパイワがいる。ツリシチェワは体操競技における功績により国際オリンピック委員会からのウィメンイン、スポーツ賞など数多くの栄誉を受けた。 1998年には国際体操殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。